NCT48 小島愛子ファースト写真集発売記念スペシャル。はい、皆さんこんばんは。みんな間違えた、 NCT48 の小島愛子です。よろしくお願いします。イエーイ。お、早速たくさんのコメントありがとうございます。はい、と始まる前からあのパラシュートが飛んでてちょっと嬉しいなって思いながら画面見てました。ありがとうございます。イエーイ、パチ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 、ありがとうございます。はい、この番組は私 ST48 小島愛子のファースト写真集が11月1日に発売されることを記念して配信することになりました。この間あのこちらのスタジオで配信させてもらったんですけど、その時にちょっとねあのトラブル発生しまして予約できなかったので、またこうして改めてあの予約できる形で配信させていただくことになりました。写真集のお話をいろいろと今回もしていけたらと思っているので、最後までお付き合いよろしくお願いします。おめでとう、ありがとうございます。はい、というわけでまた本日も最終ランキング上位3名様にプレゼントがあります。エンディングで読み上げた3名様には本日撮影したチェキにサインを入れてプレゼントします。皆さん前回と同じようにチェキゲットできるように頑張ってみてください。はい、そしてですね、このショールームをご覧の皆様のためにプレゼントを用意しました。画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典として抽選で25名様にサイン入りチェキをプレゼントしちゃいます。この特典はこの配信中のみ限定のチェキとなるので、ぜひお早めにご予約ください。で、プレゼントするチェキが今手元にあって、じゃん、こんな感じで私のサインと、それから一言書かれたのと、あと写真集の時に着たドレスとか、あとランジェリーとかワンピースのチェキとか、あとはパン屋さんに行った時のチェキとか、あと淡路島で撮った時のチェキとか、この紫のドレスを着た時のものがチェキになってます。そう、より多めです。欲しい、ありがとうございます。これはですね、抽選で25名様になるので、予約していただくと必ずってわけではないんですけど、この配信中のみあの、ね、カートボタンを押してショップルームにて予約してもらったらもらえるチャンスが巡ってくるので、皆さんぜひゲットしてくださいね。はい、それでは写真集トークを早速していきたいと思います。イエイ。おお、あ、パラシュートがまた飛んでる、ありがとうございます。やっほーい。ではですね、写真集発売のお礼をちょっと改めてさせてもらいたいと思います。この写真集はですね、先日ショールームで行われた ST48 ソロ写真集制作兼争奪イベントで私がランキング3位になったことで制作発売できることになりました。改めて応援してくださった皆さん、ありがとうございました。はい、ではですね、写真集について説明していきたいんですけど、あの結構この間おしゃべりしたので、どこからしゃべろうかなって感じで、そうっていうのも私9月21日が発売日だったんですけど、ちょっとそれがですね伸びちゃって、でもあのゆっくり皆さんとなんかオフショットとか、あとなんだろうな、写真集に対する思いみたいなのを募らせる期間にできればなって思ってるので、なんか逆にありがたい期間という、はい、楽しみが増す、ね、期間になればいいなと思ってて、で発売までなんと38日あるみたいで、
1ヶ月ちょっとあるんですけど、はい、でも公式 X でみんなフォローしてくださったり、あとオフショットのねいつも載せたら、あ、このアイコジもいいねみたいな感じでリプいただいてて、それ見るたびに私も早く完成したものをお届けしたいなとか、またこうやって記念配信で裏話できるの楽しみだなって思うんですけど、はい、なんかせっかくなんでこの手元にあるチェキ、これをなんかこれを使ってちょっとその時のお話とかできたらなって思ってるんですけど、そうだな、どれから行こうかな。皆さんなんかこの時のこの衣装のお話してとかありますか？じゃじゃん、チェキだけでわかる？どう？こんばんこじ、コメント見えてます。紫ドレス、お、いいですね。パン屋さんの時、 OK、 じゃあ紫ドレスのことから話そうかな。これは最初私ドレスが着たいって言ってて、でフィッティングをする時に最初ピンクのドレスにしてたんですよ、一番最初。この紫のドレスはなんか私的にもう試着もせずにこれは違うかなみたいな感じでいろいろ用意してもらってたんですけど、もう端の方に最後の最後まで置いてたものなんですね。でスタッフさんに一応これ着てみたらって言われて、そう試着してなかったの言われて、あ、じゃあそうちょっと最後に着てみるかと思って着たら、え、めっちゃ可愛いってなってなんか最初のピンクのドレスも良かったんですけど、そういえば私ペンライトカラーがオレンジと紫で、紫好きだったって思ってなんか速攻変えました、こっちに。そうで、これが撮影場所が須磨の迎賓館で、なんか元々すごい私の好きな映画があって、でその映画の舞台とちょっとそこの須磨、兵庫県の須磨の迎賓館の内装がすごくこう私の好きな映画の雰囲気と似てて、だから絶対ここで写真集撮るなら絶対撮りたいって思ってたから、まあそんな可愛い紫のドレスと私の憧れだった映画のと似たような場所で撮影することができたっていう、はい、微笑んでますね、はい、そんな私です。そうなんです。あ、パラシュートがなんかすごい飛んでるのがちょいちょい見られます。ありがとうございます。あ、またありがとうございますありがとう。じゃ次、なんかパン屋さんの時のって聞いたから、じゃあパン屋さんの、パン屋さんの時ですね。これはここのパン屋さん、私ちょっと縁があって、前に STU48 の夏のツアーで神戸に来た、神戸会場でライブした時に、その当日の朝に一回行ったんですよ。有名なパン屋さんでザ・ベイクってとこだったかな、間違ってたらすいませんはい、ってところに行って、で朝行ったんですけど、ちょうどなんか閉まってて、あ、行けなかったなって思って、そう朝買いに行ったんだけど開いてなかったんですよ。そう去年のツアーの時に、でまたリベンジしようかなって思ってたら、写真集で行けることになって、これはちょっと運命感じるなと思って、はい、そうで実際にこのパン屋さんの中でパンを買って、で食べました、美味しかったですそうで、この白のオフショルはなんかね、最初ね赤っぽい
赤とピンクが混じったみたいなニットで街中で撮影しようかなって思ってたんですけど、これも着てみたらすごいなんか女の子らしくって、ふわふわなオフ、なんかここら辺がふわふわになってるオフショルダーで、でなんかポニーテールにしたらまたそれもすごいなんか自画自賛するんですけど、めちゃくちゃ可愛くてだからまあそんなね可愛い私可愛い私ってなんかすごいなんか恥ずかしいなんかさ、はい、すごいお気に入りの、はい、ファッションですそうで、あの縁のあるパン屋さんで撮影した時のアイコジです。はい可愛いあなた、ありがとうございます恥ずかしい、可愛い私とか言って、はい、他に、あ、じゃあ最後1枚なんか解説しようかな。何がいい、どれがいいですか。あ、予約ありがとうございます、嬉しい。あ、じゃあランジェリーね、 OK。 これ、まあ、みんながちょっと一番気になってるのかなって思うこのランジェリー姿の私なんですけど、これはですね、あの先行カットの時の写真ですよね。これはホテ、神戸のオリエンタルホテルというところで撮影した時のなんですけど、その前はワンピースっていうか、ちょっと紐がここがリボンになってる、なってて、ここら辺が白いワンピース着てたんですけど、でその後にこの黒のランジェリーを着ることになって、で最初はすごい緊張してたんですけど、なんかだんだん慣れてきて、なんだろう、ちょっと普段の私じゃないけどすごいこうスイッチが入ってなんか、うん、いやその時にしか、うん、なんていうかな、出せなかった雰囲気と、うん、これがいい作品になったらいいなみたいな感じで、すごい集中して撮った時の衣装です。そう、慣れるものなんですよ。最初ちょっとやっぱり恥ずかしかった。やっぱ ST48 ってどっちかっていうとなんかあんまり露出がない方なので、だからこれ真逆じゃないですかそうだからね、恥ずかしかったよもちろん、けど頑張って撮りました。結構本当に楽しみにしててほしい、結構セクシーですはい、では、まあ、こんな感じでたくさんお話ししたんですけれども、まあまた聞きたいことがあったら質問コーナー設けるので、そこで聞いてください。楽しみにしてるね、ありがとう。私自身も楽しみです。はい、では、さっきからすごい皆さんが予約してくださってるの見てるんですけど、画面のカートボタンを押してショップルームに行って写真集を予約していただくと、特典として抽選で25名様に、先ほどご紹介した、あ、こちらの画像ですね、こちらの、チェキを、サイン入りチェキをプレゼントしちゃいます。この絵柄の特典はこの配信限定ですので、ぜひお早めに写真集ご予約ください。一番右端のカートのところかな、はい、そこからご予約してください。はい、それでは続いてはこんなコーナーをやります。写真集お祝いケーキはい、ですね、写真集発売記念として今回はケーキにデコレーションをしていきたいと思います。イエーイ。はい、こちらにですねたくさん用意していただいてまして、チョコペンですとか、あとホイップクリームとか、あとケーキシロップとか、ちょっとあのグミ、チョコ、ぶどう果物っていうちょっとどうなるか分からないんですけど、ちょっとまあ自分のセンスを信じてデコレーションケーキを
作っていきたいと思います。イエーイ。はーい、よし、じゃあ早速作っていこうかな。なんかね、私ね、お好み焼きだと思ってたんですか？お好み焼き作ると思ったの？違うよ。なんか最初は千日記念の時にパンケーキを焼いたじゃないですか。綺麗に焼くことが特技って言ってたんで、そのパンケーキを今回もね焼こうかなって思ったんですけど、まあ、ちょっと事情がいろいろありまして、パンケーキではなくてデコレーションケーキになったんですけどね、はい、そう、懐かしいよね。一回やったんだよ、私パンケーキ作ったんだよ。よし、じゃあどうしようかな。これをこっちに持ってきて、これがヘラか。かわいい、ありがとう。ちょっと STU っぽさ意識 して水色にしました今日。スポンジケーキー。わー、じゃあ手袋つけます。髪型めっちゃ可愛い。うん、ちょっと作業するから髪の毛結んでみた。どうしよう。なんか私今からやること2つ考えてて、面白い方に走るかセンス爆発させるかどっちにしようって思ってて、みんなどっちがいい？みんなどっちがいいですか？私はお笑いの方に走ってもいいなと思ってるんですけど、おしゃれにやるかって言ったら絶対、あ、両立させてください。私は器用なのでどっちにもできるんですよ。ホイップクリーム楽しい、はい、楽しみ。センス爆発させよう。なんかそっちの方が多いのでセンス爆発系にします。え、これ中に、あ、そういうことか。じゃあ最初にこの中にホイップクリームを塗っていきます。わお。これ私前やった気がする。なんだっけ、なんかでやった気がする。ショールームで自分の誕生日にケーキ作った気がするんだけど、同じようなことやった気がするけど覚えてる？去年かな、え、違う、一昨年、ショル自分の個人配信で同じようなケーキ作った気がする。ペッペッペッ、おー楽しい。こんばんは。エプロンはね、あの妄想でみんなの目でつけてください。ないです。綺麗。ポンポンポン。ハロー。ケーキ作りしてます。ありゃ。
これめっちゃ無言になっちゃいますね。めっちゃ集中して無言になっちゃうわ。え、この側面とかも、あおー、オーマイガー、側面とかもちょっとみんなに見えるとこだけ塗ろうかな。なんかめんどくさいかも、後ろの方。全部塗ろう？分かったよ。じゃあやるよ。手抜き、すぐ手抜きしようとする。でなんかケーキ作ってるやつとかもあったら面白かったですね。ケーキ職人のワンカット。いきなりページ変わって、すごいなんか本格的にケーキ作ってる私。それも面白かったね。でも本当にね、写真集はいろんな私の表情を撮ってもらってるので、うん、パティシエはないけど、本当地元兵庫県でのびのびとしてる姿を撮ってもらってて、私はもう先にいろいろといろんなカット見てるんですけど、早く見てほしいなって思いながら選びました写真。そろいいかな。まずなんかそろそろいいかもしれない。こんなもんじゃない？おお、うわあ、うわあ。裏も塗ったよ、ちゃんと。いい感じじゃん。周りに、確かに周りに飾り置いたらどうにかなるかもね。ちょっとどうにかなるかもって面白いですね。確かにこのクリームが、確かにそうですよね。ちょっと芸術、これがセンス爆発です。そうですね、どうにかなるかもしれない。よし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 、こんなにやって、なんかそれっぽくしたい。あ、やばい、ちょっと命が、こんなもんでしょう。チームの命が、じゃあフルーツ置いてきますか。どうしようかな。ギリギリでしたが、なんとかなりました。うん、使い切ったよ。感覚？これのこと？確かにちょっと斜めてる。
確かに、確かになんかえ、待って、なんかこれすごくなってるかもしれない。大丈夫かな。あの、発売記念のね、大切なケーキですからこれから、これからちょっと軌道修正していきますよ。あ、いいかも。あ、いいかも、いいかも。おおおお、味が大事だから。そうだよ、味が大事です。やっぱね、見た目ではなくて中身ですよ。ケーキも人間も。はい、あとぶどうも用意してくださってるんですよね。盛るぜ。あ、ぶどう脱落抑え込みます。よし、フルーツもりもりケーキです。え、いいんじゃない。で、なんかこのグミでカモフラージュするか。周り、間に合ってるかな、大丈夫かな。なんかまあ、うん、いいでしょう。グミフラージュ。あ、思いを散りばめて。は。なんか面白いかもこのケーキ。よし。で、なんか字を書く。字書きます。え、みんなさ、何色がいいと思う ?3 色ある。どれがいい？3色ある。愛子ちゃんのセンスさすがだね。あ、ありがとうございます。そうでしょ。うん、予約ありがとう。紫ないんだよこの中で。3色いきましょう。わかった、ちょっと3色いけるかな。ピンク、ピンクにし、ピンク、あ、分かった、ピンクにしてみます。じゃあピンク。予約したよ、ありがとう。じゃあピンク出ていきます。勝てる。あ、薄ピンクだ。どうしよう。ここに書くのはチョコペンにしよう。周りが、このお皿が黒いので周りに文字書いて映えるよ、映えそうなのでお皿にピンクのやつ書いてくね。うん、じゃあこう字ちょっと待って、やばいかもしれない。なんか教えない。やばい。こん。読めますか皆さん。読めますか。
これ読めますか皆さん。なるほど、なるほど。頑張ります。マイコ、あーファーストファースト、はい、写真集書けない、どうしよう。どうしよう。今来たけどどんな感じ？なんかおしゃれな感じになってます。はい。文字を書いてるんですけど、おしゃれな感じになってて、ハートとか書いとこうかな。もう文字は諦めます。で、そう、チョコペンをね、頑張ればいいんだよ。頑張ってチョコペンで書いたものが読めたらいい。11月1日、発売。じゃあ。11月発売。拍手。読めるよね、読めるよね、そうだよね。見えるぞ。読めるよね。あ、めっちゃ上手。ありがとう。優しい、みんな。はい。完成。イエーイ。ちょっと面白い、意図せず面白いケーキになっちゃったんですけど、まあ、最初言った通りじゃない？センス抜群と、ちょっと面白いケーキできました。はい、じゃあこれ食べてみますか。そうですね、食べてみましょう。いや、美味しかったらいいんだよ、美味しかったら。あ、そうだ、完成したケーキ ちょっと記念写真撮りたいと思います。あ、ちょっとこぼれないように。1月1日発売。一応小島愛子ファースト写真集って書いたつもりです。イエーイ。スクショ、あ、じゃあ皆さんスクショしてください。おめでとう。スクショスクショ、予約たくさんしてね。1月1日に変わったよ。わー、オッケー、イエーイ、ありがとうございます。ふうふう、はい、じゃあ食べちゃいたいと思います。
どうやって食べようかな。どうやって食べよう。じゃあまずここをがっつりもう用じゃなく行く。お、いただきます。うん。これは私のデコレーションのおかげでスポンジもクリームももともと美味しいスポンジなんだろうけど、でも私の思いとみんなの思いが大成功。失敗しました。失敗。ありがとう。作ったの？途中から作った。ありがとう。じゃ、みんなのコメントがすごい支えになりました。おいしい。ちょっとフルーツ食べたい。センス抜群だね。ありがとう。腹入ってきた？みんなご飯食べた？じゃあ私がケーキあげるよ。今日頑張った皆さんに発売記念ケーキどうぞ。食べました？終わり。はい、ではちょっとここでまた告知です。画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと特典として抽選で25名様にサイン入り席をプレゼントしちゃいます。この特典は今日限定ですのでぜひお早めにご予約ください。はい、というわけで画面上でたくさんパラシュートが飛んでるのを見ております。予約したぞ、ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。こんばんは。予約しました、ありがとうございます。嬉しい。はい、そうですね、あと最終ランキング上位3名様にもチェキが当たるので、はい、この配信で上位3名の方にもチェキが当たるので皆さんたくさん盛り上げてください、この配信を。それでは、最後に質問コーナーをしたいと思います。イエーイ。じゃあ無事ケーキもね大成功ということで、デコレーション大成功ということで、最後に皆さんからの質問を受けながらちょっとケーキも食べながらやりたいと思います。大成功ですよ。ここは絶対見てほしいという見どころをお願いします。見どころ、絶対見てほしい見どころ、そうですね、写真集の
終盤の方で私のすっごいお気に入りのカットがあるんですよ。ちょっと詳しくは言えないんだけど、なんか例えるなら天使がこの世に降り立ったみたいな感じです。ほうって言われた。いや、わかんないですよね。でもオフショットで出しました。あのここがリボンになってて、 黒のなんか紐のリボンになってて、でちょっとショート丈のワンピース着てるんですけど、それであの丸まって写真撮ってるカットがあるんですよ。それはすごいなんかね、あのカメラマンさんがすごいこうふわっとしたなんか生まれたばっかりのなんか姿、なんて言うんだろう、生まれたばっかりの姿、なんかすごいあの幻想的な感じで撮っていただいたんですよ。そう、なんかそれがね私のお気に入りのワンカットで、それは絶対に見てほしい、ゲットして見てほしいなって感じです。はい、あ、履いてはいますちゃんと、うん、服は着てる。そう、エンジェル。他にありますか？じゃああと2つぐらい答えようかな。お渡し会などの告知はまだですか？お渡し会はそうですね、ちょっとまだ詳しい日程が決まってなくて、あの今日この配信がある時にお渡し会のことを発表するかなってあったんですけど、それがまだねちょっと言えなくて申し訳ないです。でも絶対にあるので、イベントはあるので楽しみにしていてください。そうなんです。こんばんは。あ、はい、タイトル気になります。そうですよね、タイトルももうちょっと待ってください。なんせあと38日あるんで、38日間ずっと気にしていてください。はい。それではですね、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。あっという間でした。あっという間にエンディングです。本日の感想を言いたいと思うんですけれども、そうだな、ケーキが美味しかった。ケーキが美味しかったです。であとなんかすごい皆さんね長いこと待ってくださってるので、あのオフショットをこれからも出していけたらなって思ってて、あと記念配信も発売までにできたらなって思ってます。はい。あと皆さんがこうやって配信を見に来てくれたことがすごく嬉しかったです。予約もたくさんありがとうございます。はい、それでは改めて ST48 小島愛子のファースト写真集が11月1日に発売されます。すごく素敵な写真集が出来上がると思うので、皆さん楽しみに待っていてください。画面のカートボタンを、押して、これ最後までまだ続きますよ、押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典として抽選25名様にサイン入りチェキをプレゼントするので、皆さん最後までぜひ予約お願いします。ではではランキング発表をしますか。当たれ、予約ありがとう。じゃあ13位からランジョを読み上げたいと思います。いきます。13位、マグさん。12位、デサイズハートさん。11位、ハイキーさん。10位、クジマサさん。9位、アーリーアット山口さん。8位、ジャボテンさん。7位、チャックさん。6位、ウリンアット金の時計座さん。5位、ゼリーさん。4位、カタカナのタカさん。3位、ブンちゃん。2位は、あ、変わった、4位、カタカナのタカさん。3位、関さん。2位、ブンちゃん。
1位カジさんでした。ありがとうございました。はい、今読み上げた上位3名様には本日撮影したチェキにサインを入れてプレゼントいたします。ショールームさんから受信ボックス宛てに連絡がいきますのでご対応お願いします。ということでもう終わりの時間になりました。皆さん配信見てくださってありがとうございました。では本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また皆さん配信でお会いしましょう。11月1日ファースト写真集楽しみに待っていてください。ありがとうございました。小島愛子でした。